いつき。うん。あのな、実はな、いよいよ新番組のオーディション出ることになったんだよ。マスカレーダーシリーズ最新作、35周年記念作品、オーガのな、今度のは主役だぜ、主役。いよいよか。ああ、もうすぐ俺も本物のヒーロー、お茶の間の人気者だぜ。まだ受かってないのに。トーマくん、イツキくん、大変よ。ね、ちょっとテレビを見て。もしかしてミラージュ絡みじゃない？繰り返します。11歳の男の子が行方不明になりました。場所は渋谷区道玄坂。警察は何らかの事故か事件に巻き込まれたものとみて捜査を進めています。なあ、おい、これってあいつだよな？うん、あの子だ。道玄坂ってことは106か。イドラスフィアだ。きっと迷い込んだんだ、カイン。ありえない話ではない。見たところ、あの少年も良質なパフォーマーを秘めているからな。おい、トーマ！すみません、舞子さん。俺も行ってきます。くれぐれも気をつけてね。きっとあいつのだ。あの子、やっぱりここに迷い込んだのか。くそ、急ぐぞ。焦るな、トーマ。戦場での焦りは命取りになるぞ。己のなすべきことを見失うな。そうだったな。あいつを助けなくちゃならないのに、俺がやられちまったらどうにもならねえ。そういうことだ。行くぞ、トーマ。敵が現れたぞ。不意打ちに気をつけろ。待ってて。うわ、急にどうしたんだよ。この気配、まさかお前なのか。お前？いや、なんでもない。すまなかった。先を急ごう。ひとまずは安全か。
ちょっと待って、舞子さんから着信だ。ああ。今見なくてもいいんじゃないか、それ。そういうわけにもいかないだろう。もしかして何かあったのか。今ならまだ間に合う。え？何がだ？まあいいや。いつき、さっさと行くぞ。あの子は俺たちが助ける。だから、オーディション行ってこいよ。ふぅ、お前なら絶対そう言うと思ったよ。だから黙ってたってのに。当たり前だろ。いいんだよ。今回は運がなかったってことで。それに、あいつは俺の手で助けてやりたいんだ。約束したからな。行こう、リク君を助けなくちゃ。あ、あいつ、パフォーマーを奪われてる。俺からのメッセージ、気づいてくれたようだ、カイ。さすがは俺の良き相手。やはりお前だったか、アベル。覚えているのか、カイ。ああ、たとえ世界が変わろうと、俺のあいつを忘れるわけがない。あのミラージュ、呪いにかけられている。やめてくれ、アベル。正気に戻ってくれ。俺はお前と戦う気はない。お前にはなくて、俺にはあるんだ。お前が憎くてたまらない。呪いによってライバルとしての闘争心が増大し、暴走しているのか。お前を殺して俺の方が上だということを証明してやる、アベル。抜け、カイン。さもなくばこの子供が死ぬぞ。痛いよ、怖いよ。助けて、ライガー。なんだよ、やっぱ好きなんじゃねえか。覚悟を決めろ、カイン。お前の聞き分けのないお友達をぶちのめす。だがトーマ、アベイは強いぞ。だからどうした。誰かのために戦うとき、ヒーローは無敵なんだよ。愚問だったか。それに、俺には頼れる仲間がいる。背中は任せたぜ、イツキ。いつものことだろ。待ってろ、リク。必ず助ける。ライトニングエナジー、フルチャージ、ブーストアップ。一気に片付けるぜ、すべて消しな。カルネージフォーム、赤木トーマ、剣山。我がエンサの槍、その身に受けるがいい。この戦い、絶対負けられないよ。失敗しないといいな。よし、いつでもいいぞ。
敗しないといいな。飛んでっちゃえ。すごい威圧感だ。だけど、勝ってくるぞと。勇ましく。俺に任せて。一か八かで。難しいかも。ちぎれろ。何としても助けるぞ。ああ、待ってろ、リク。やってみねえとわからねえな。バッチリ合わせるからね。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわか、やってみねえとわ、やってみねえとわからねえな。やってみねえとわ、やってみねえとわからねえな。それよ。すべて焼き尽くす。私から行くね。一気に行きましょう。つなぐ。エリス。やり。次は作ったわ。援護。行くわ。やったわ。今の俺の敵じゃねえな。いつでもいいぞ。燃えろ。俺の精一杯。私から行くね。一気に行きましょう。おお。行ってくれ。私も。いけるよ。はあ。やったわ。受けよ。はい。行けるか、相棒。ああ、いつでも。一か八かで。光の刃よ。私はミラージュマスターだから。失敗しないといいな。決めてみせるよ。いいわね。ついてきて。頼んだ。次いただき。いけるか。やり、今よ。グッ。やったわ。よーし、もう一頑張りだね。セッション、いける。はぁ、うん、始めよう、今だ。まだまだ。スペラーン。もう一撃。次、援護、行くわ。やったわ。一気に終わらせるぜ。その技で行きましょう。聞いたぜ。みんな、ついてきて。チキチキ君、決めちゃって。今、俺が。行ってくれ。続くわ。ビリア、グッ。やったわ。受けよ。ヘッみんな、無理はしないでね。よっしゃ。落ち着いて、集中して。サンキュー、助かった。いけるか、相棒。ああ、いつでも。いけるいける。入れろ。まだいけるか、カイン。任せろ。それよ。はあ。私から行くね。行きましょう。この日を逃すな。もう一撃。いいのよ。グッ。やったわ。この一撃。耐えきれるか。辛い時は私に言ってね。よっしゃ。落ち着いて、集中して。最高だ。はあ、走れ、ナイト。頼むぜ、カイ。俺を信じろ。オッケー。任せたぜ、カイ。すべて蹴散ら。まずは俺が任せた。任せて。一気に行きましょう。もう一撃。次。
行くわ。やったわ。この一撃耐えきれるか。この一撃耐えきれるか。悪い、ここまでだ。トーマくん任せて。よし、まだいける。次は。よかった。ありがとう。私頑張るね。うわ。この命預けるぞ。お互いにな。イカズチよ、決まった。私の番だよね。この攻撃だ。決めてみせるよ。俺から行く。頼む。任せろ。スクエラー。もう一撃。いいのよ。繋いであげる。やったわ。俺らのコンビネーション見せてやろう。セッションいける。すべて焼き尽くす。聞いたぜ。みんなついてきて。行きましょう。今俺がやらせて。ヤミ行って。はぁ、フィニッシュ。サンキュー、カイン。イツキ、おい、リンク大丈夫か。おい、ライガー、お兄ちゃん、よかった。なんだよ、泣いてるのかよ。だっせ。うるせえぞクソガキ。なあイツキ、俺分かったよ。ヒーローっていうのは役じゃなくて誰かの笑顔のために戦う、その生き様なんだってことがな。間違ってなかったんだな。やったなヒーロー。ああ、カイン、すまなかった。操られていたとはいえ俺はお前を本気で。俺がお前の立場だったら同じことをしていただろう。だから気にするな。なんといっても俺たちはライバルで友なのだからな。そうだな。アベルと言ったか。どうだ、これから俺たちと来ないか。非常にありがたい申し出なのだが。なるほど。これにて一件落着だな。いや、まだだ。まだ何も終わっていない。さあ、急ぐぞ、トーマ。あ？急ぐって何がだよ。選考会だ。あ、いやいや、こっからじゃどうやったって間に合わねえよ。忘れたのか、トーマ。俺の速さ。飛ばすぞ。
間に合うといいんだけど。大丈夫だ、イツキ。カインを信じよう。トーマ、間に合ったらしい。そうか、よかった。本当に今のトーマなら大丈夫だ。吉報を信じて待つとしよう。ああ、そうだな。レディアントスキルが作れるようになった。パフォーマーが揃っている。これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ、レディアントユニティ。一歩ヒーローに近づけたかな。選考会でのお前の演技、見事だったぞ。お前のヒーロー魂が監督にも伝わったようだな。お、なんだカイン、お前も分かってきたじゃねえか。今回の一件で十分すぎるほどにそれを見せてもらったからな。形は違えど、この世界の英雄も俺が知る英雄と何ら変わりはなかった。そっか、今のお前は真のヒーローだ。俺はそんなお前のミラージュになれたことを誇りに思っている。珍しいな、お前が素直に褒めるなんて。今のうちに言っておこうと思ってな。だったらもっと褒めてくれよ。俺褒められて伸びるタイプだからさ。調子に乗るな。お前がここまで来れたのは何よりイツキ殿の助力があったことを忘れるなよ。ああ、分かってるよ。あいつとは親友なんだ。そういえばお前にだって分かるだろ。そうだな、互いに高め合える親友というものは得難きものだ。もちろんお前も俺の親友だぜ、カイン。ああ、それじゃあ行こうぜカイン。新ヒーローとしての初仕事だ。
やっぱりかっこいいぜ。ファイヤーオーガスラスト。お前自身のくせに自画自賛か。そうでしたそうでした。でもどうよ、実際なかなかだろ。ああ、それに主題歌もいい感じじゃないか。お前歌も得意だったのか。そりゃあまあ、この事務所には歌のスペシャリストがたくさんいますから。なるほど。特にキリアさんのしごきは思い出しただけでも。トーマくん、あなたに小さなお客さんよ。お、お邪魔します。おお、リク、体はもう大丈夫なのか。それは大丈夫。それよりトーマ、あのさ、やっぱアベルが言ってよ。それはダメだ。ちゃんとリク自身の言葉で伝えるのだ。俺にもヒーローのなり方教えてくれよ。ください、教えてください。リク、お前、そうか、そうか。すまんが頼めるか、トーマ。あの日から君に憧れてしまったようだ。リクもヒーローになりたいんだそうだ。アベルはいちいち構いすぎなんだよ。いや、構いすぎということはない。リクは俺が愛情を持って必ずや。だあ、もうトーマ、デパートの屋上で待ってるからな。絶対来いよな。しかし驚いたぜ。見習いとはいえ、アベルがリクのミラージュになるって言い出した時は。そうだな。ところでさ、イツキ。ん？その、いい区切りだから改めて言わせてくれ。今言わねえとまたチャンス逃しそうだし。え？俺がここまで来れたのはお前のおかげだ。だからありがとな、イツキ。なんだか気持ち悪いな、改まって言われると。なんだと？あ、さてはお前、照れてるな。ああ、実際照れくさい。まあでも区切りだしな。区切り。区切り？ああ、一応夢が叶ったわけだし。だけど俺がオーガになっても、この世界には人々を苦しめる悪のミラージュがいる。それにヒーローを必要としている子供たちだってまだまだいるんだ。だから俺の戦いはこれからだ。俺たちのだろ。ヒーローには相棒がつきものらしいし。ああ、イツキ、お前がいれば誰にも負ける気がしねえぜ。
これでいいかな。それじゃあユニティするよ。いくよ、クラスチェンジ。俺の力解放可能だ。お願い届いて、プルフの力。新たな力で駆け抜けるぞ。新しいカルネージが作れる。パフォーマーが揃っていれば作れる。次はパフォーマーが